メヘルバーバーメヘルバーバー、誕生名メルワン・シェリア、イラニーは、インドのパールシーの出身で、インドの神秘家であり、1954年に今世代の、アバターラと公衆に宣言した、霊的指導者である。インドのマハラシュトラ州プネー市で生まれ、マハーラーシュトラ州のメヘラザードで肉体を離れたという。私は知識を伝えるために来たのではない。あなたたちの目を覚ますために来たメルワン・シェリア、 イラニーは1894年にインドのピューンでゾロアスター教徒の両親の下で生まれた。彼の霊的変遷は彼が19歳の年に始まり7年間に及んだ。この間、5人の霊的マスターと接触し指導を受けた。彼が自分自身のミッションに目覚め自分自身の弟子を集め始めたのは1922年の初頭で27歳の年齢であった。 1925年の7月10日から肉体としての生命を終えるまでずっとメヘルババは沈黙を維持し続けアルファベットが書かれたボードや独自の手を用いるジェスチャーで意思を疎通した彼のマンダリと共に彼は長い期間独居生活を送ったがその間はよく断食をした彼はまた広く旅をしたまた講習を集めるダルシャニア サハバスと呼ばれる集合を行い、来病患者や貧乏な人々への事前活動にも従事した。1931年にメヘル・ババは西洋諸国を初めて多数訪問した。その歴法で、ババはたくさんの弟子たちを魅了した。1940年代は、ほとんどの間メヘル・ババは、マストと呼ばれる霊的求道者の特殊な人々と仕事をした。ババの言葉によれば、 彼らは内的な霊的体験によってトランス状態にあるいは神に酔える状態に入った人々であった。1942年にニューライフと彼が呼ぶ期間に入ると選ばれたマンダリたちと飲み、ババは身分を隠してインド中を旅し、謎に満ちた大いに説明不能な時期を過ごしている。2回に及ぶ深刻な自動車事故で乗客として負傷。1回は1952年に アメリカ合衆国で、一回はインドで1956年に負傷した。その後、歩行能力がひどく低下した。1962年にババは、東洋と西洋の集合と呼ばれる大きな大衆ダルシャンで西側から多数の弟子たちを招いた。LSD やサイケデリックドラッグを大幅に使用することを危惧し、1966年にババは、それらの薬物が、 本物の利益にならないと述べた。健康状態の悪化にもかかわらずババは彼がユニバーサルワークと呼ぶものを続けた。その内容は断食と読協を含んでいて1969年1月31日の彼の死の直前まで続けられた。彼のサマディサマジはインドのメヘラバットにあり、今では国際的な巡礼の地となっている。メヘルババは 人生の大義や目的について、数多くの講話を与えてきた。その中には輪廻天生の教えや、現象世界は現影だという教えも含まれている。彼は、宇宙は創造だ神こそが実際に存在すると、さらにそれぞれの魂は、実際は神自身の神性を個別化して、実現するために創造によって生じているが、実際は神であると教えている。それに加えて、 輪廻転生の生死を逃れ、神から実現を達成したいと望む求道者には実践的なアドバイスを与えている。彼はまた、パーフェクトマスターについての概念や、アバターについてや、彼が退縮と呼ぶ霊的な様々なステージについての概念も教えている。彼の最も重要な教えは、ディスコーセスとゴッドスピークスの2冊の重要な本の中に記録されている。彼の遺産は、インドに ババが設立したアバターメイハーババ,バチャレタブルトラストに含まれている。その中には、いくつかの情報センターと順礼の場、ポップカルチャーアーティストたちに及ぼした影響や、心配するな。いつも幸せでいなさい。と言った。彼は、父シェリアルイラニの第二子である。シェリアルイラニは、ペルシャ系のゾロアスター教徒で、プーナに居住し、母シレンイラニと結婚する前は、 霊的経験を探求し、放浪の生活を何年も送っている。少年時代にメルワンはコスモポリタイクラブを創設した。このクラブの目的は世界情勢に精通し事前活動に資金を募ることであった。彼は様々な楽器を奏で詩を書く青年であった。いくつかの言語に通用し、ハーフェーズ、シェイクスピア、およびシェリーの詩が特に好きであった。 若い時にメルワンは全く神秘的傾向や経験を持たなかった。つまり、まだ自分自身の運命の予感に惑わされることはなかった。彼は何よりスポーツに関心があり、中学校のクリケットチームの副キャプテンをしていた。19歳の時にプネーのデカン大学の2年生の時にメルワンは非常に高齢の海峡との女性に出会った。地元では聖者として尊敬されている。 ハズラットババジャンと呼ばれる聖者がメルワンの額にキスをした。この出来事が彼に深遠な影響を及ぼした。そのキスはメルワンの目をくらませることになり、彼は普通の活動ができなくなった。その後彼は他の霊的指導者たちに接触することになる。その人々はババジャンの他に、その時代のパーフェクトマスターたち、ナラヤン、マハラジ、シルディサイババ、 およびウスパニ・マハラジであった。ウスパニ・マハラジは、ババが後に語ったところによれば、メルワンが自分の神秘経験を普通の意識に統合する手助けをしてくれた。そのようにして、マハラジは、ババが神から実現の経験を減少させることなく、世間で機能できるようにした。ウスパニと7年間ともに生活した後の1921年後半の27歳の年に、 メルワンは自分自身の従者を引き寄せ始めた。彼の初期の弟子たちは彼にメヘル・ババという名前を送った。それはペルシャ語で慈愛深き父という意味である。1922年にメヘル・ババと彼の弟子たちはボンベイにマンゼル・イ・ミムを設立した。そこでババは自分の弟子に厳しい。一年立ちババとマンダリはアヘメドナガーからに 3マイル離れたところへ移動し、そこをメイラバドと名付けた。このアシュラムが後に彼の仕事のセンターとなった。1920年代にメヘルババはメヘラバットに学校、病院と薬局を開いた。これらの三つの施設はすべてのカーストの人及びすべての信仰の人に解放された。1925年の7月にメヘルババは 一生続くことになる自ら課した沈黙を開始した。まずは、チョークと黒板を用いて、意思疎通し、やがては、アルファベット板や、彼独自の手によるジェスチャーを用いて、意思の疎通をした。1927年の1月に、彼は、ペンや鉛筆を用いることも断念した。1930年代にメヘルババは、後半にわたる、世界旅行を開始した。その中には、 数回にわたるヨーロッパとアメリカ合衆国への旅行を含んでいる。ババが最初の西洋の弟子たちの親しいグループと接触を確立したのはこの時期であった。彼はペルシャのパスポートで旅をした。理由はこの頃は話すだけでなく書くことも断念していたので、インドの英国政府によって要求される書式に署名をしたくなかったからだ。 1931年の英国への最初の旅で、彼はラージュプタナという船で旅をしたが、この同じ船にマハトマ・ガンディが乗船していた。ガンディはロンドンでの第2回目の円卓会議へ向けて後悔していた。ババとガンディは戦場で3回会談した。そのうち1回は3時間にも及ぶものであった。英国の新聞はこれらの会談を特集した。だが、ガンディの秘書は、 新聞は、ガンディがメヘルババに援助も、霊的アドバイスも、その他のアドバイスも決して求めなかったと強く書くべきだ。と言った。1932年5月20日にババは、ニューヨークに到着し、1000単語に及ぶメッセージを記者クラブに提供した。その内容は、ババの信者であるクエンティン・トットによって、ババのアメリカへのメッセージとして書かれている。その文章の中で、ババは、 自分はすべてのものの無限の源泉を持っているものだと宣言し、自身の沈黙を破る意図も宣言している。私が沈黙を破るときに、私の本来のメッセージが世界中に配信され、そのメッセージは受け入れられねばならないだろう。インドと英国の政治的状況に関しては、彼は全くコメントしなかったが、彼の信者たちは、ババがガンディに政治を放棄するように告げたと説明していた。 西洋でメヘル・ババは、たくさんの有名人や芸術家とあった。その中には、ゲイリー・クーパー、チャールズ・ロートン、タルラー・バンクヘッド、ボリス・カーロフ、トム・ミックス、モーリス・シュバリエ、エルン・ストルビッチや、その他の人々が含まれている。1932年6月1日に、メアリー・ピック・フォードとダグラス・フェア・バンクス・ジュニアが、ピック・フェイヤーで、ババのためのレセプションを開催した。 そこでは、ババは、ハリウッドへのメッセージを配布した。結果として、メヘル・ババは、30年代の様々な情熱の一つ、として登場した。1934年にハリウッドボールで自らに、化した沈黙破りを行うつもりだと宣言した後に、ババは、予定を突然変更して、エンプレス・オブ・カナダという船に乗って、説明もなく、香港へと旅立ってしまった。新聞連合会は、 ババは状況が熟していないという理由で沈黙破りを来年の2月まで決定したと伝えた。1930年代の後半にメヘル・ババは西洋人の女性グループをインドへ招待した。そこではババはインドと西論を縦断する一連の旅をアレンジした。その旅はブルーバスツアーとして知られている。彼らが帰国した時には多くの新聞が彼らの旅を スキャンダルの機会だと捉えていた。1936年のタイムマガジンの総編集に、神は私の冒険であるというババの言葉を引用して、4年前の長い髪の絹のようなペルシャ人、シリサットガルメヘルババに対する合衆国の熱狂ぶりを揶揄しながら報じています。1930年代と1940年代にメヘルババは彼が マストと名付けたカテゴリーの人々と集中的に仕事をした。彼らは神に酔える人々だ。ババによれば、これらの人々は工事の霊的次元の魅力的な経験によって本質的に障害を抱えている。外形から見れば、マストは不合理的で狂ってさえるように見えるが、ババは彼らの霊的地位は実際に極めて高いと主張し、ババが マストに会うことによって彼らが霊的に進歩するように援助する。一方で、ババの霊的仕事に彼らの力を借りていた。これらのマストの中で最もよく知られた人は、モハンメド・マストと呼ばれ、2003年に亡くなるまでメ減る、ババの施設内に同居していた。1949年に、ババはニューライフと呼んだ謎に満ちた時期を発足した。 ババの最も難しい要求にさえ即座に対応できるか否かを試す様々な質問を投げかけた後に、ババは完全なホープラスネスとヘルプラスネスの生活に参加する20人の従者を選んだ。ババは自分に依存して生活している人々のために準備をし、その日以後、ババと20人の選ばれたメンバーは、それ以外の目的でのすべての財産と、 全ての金融的責任を断念した。やがて彼らはニューライフの条件という一連の厳格なルールに従い食事を求めて小食したり、ババの指示を実行したりしながら身分を隠したままインド中を旅して回った。これらはどんな状況でも絶対に受け入れ、どんな困難に直面しても常に陽気さを失わないことを含んでいた。従うことができない仲間は 送り返された。ニューライフについてメヘルババは次のように記している。このニューライフは終わりがない。私が肉体として死を迎えた後にもニューライフは偽、嘘、憎しみ、怒り、強欲、欲情を完全に放棄する人生を生きる人々によって生き続けられるであろう。これらの人々は完全な放棄の人生を達成するために全く情欲も起こさず、 誰にも害を与えず、陰口も聞かず、物質的所有を求めず、権力も求めず、全く尊敬も受けず、名誉におもねらず、地辱を否定せず、誰も何も恐れることがない。彼らは全く、そしてもっぱら神にのみ依存していて、愛するためにのみ、純粋に神を愛している。彼らは神を愛するものを信じていて、神の愛の堅持の真実を信じていて、 全く何も霊的、物質的報酬を求めない。彼らは、真理を忠実に守り、悲惨な出来事に動揺せず、勇敢に、全身全霊をもって100%の陽気さで、全ての困難に直面する。彼らは、カーストや、競技や、宗教的セレモニーに全く重要性を置かない。このニューライフは、独力で永遠に継続し、その生活を誰も行わなくなっても、 生き続けるであろう。メイハー・ババは1952年の2月にニューライフを集結し、インドと西洋で大衆と接触する行事を再び始めた。1950年代に、ババはインド以外に2つのセンターを設立した。その2つとは、アメリカ合衆国のサウスカロライナ州のマートルビーチに、 あるメヘルスピリチュアルセンターとオーストラリアのブリスベンの近くにあるアバターズアーボードである。ババは1952年の4月にメヘルスピリチュアルセンターを発足した。1952年の5月24日にこのスピリチュアルセンターからカリフォルニア州のオジャイにあるメヘル山へ向かう途中でババが乗り合わせた車がオクラホマ州のプラグーの近くで正面衝突した。 ババと同乗していた人々は、車から投げ出され、多くの負傷をした。ババの足はひどく骨折し、鼻の骨折を伴った顔面に、重傷も負った。負傷者たちは、ノースカロライナ州のダーラムのデューク病院で治療を、受けた。ヨーポン砂丘で西洋中に、エリザベス・パターソンの所有の土地で、ババはスーフィズム・リオリエンテッドという名前を、ババによって付けられたスーフィーのグループを指導することに、 なった。メヘルババは、1953年の8月に、彼の主要な本である、ゴッドスピークスを、口述筆記させ始めた。この本は、想像とその目的を主要なテーマとしており、デヘラードゥーンでアルファベット板を用いていった。1954年の9月にメヘルババは、メヘラバットで男性のみのサハバスを行った。この集会は後に、3つの信じられない集として、 知られている。この頃に、ババは、メヘル・ババのという宣言を発している。その中に、ババは、様々な疑念と確信が、他の人々には存在するにもかかわらず、自分がアバターであることを再度宣言した。このサハバスの終わりに、アメリカで編集し出版するために、二人のスーフィズム、リオリエンテッドのメンバーである、ルート・ビヒ・エッチ・ディンプフルトダン E. スティーブンスにゴッドスピークスの完成した装甲を手渡した。その本は結果として、ダットミードカンパニーによって翌年に出版されることになった。1954年9月30日に、ババは最終宣言メッセージを発した。この中で、彼は様々な謎に満ちた予言を残している。1954年の10月に、メヘル・ババはアルファベット板を廃止し、 独自の手を用いるジェスチャーを使用し始めた。その後は亡くなるまでこのジェスチャーを用いた。1956年12月2日に、インドのサーターラーの郊外で、ババが同乗していた車が制御不能となり、二度目の深刻な自動車事故が起こった。ババは骨盤を骨折するなど、他にも重傷を負った。ババのマンダリの一人であるニル博士は事故死した。 この衝突によって、ババの体はひどく不自由になった。下界たちの予想を覆して、大いに努力した結果、ババは再び歩けるようになったが、その時、依頼ババは常に痛みに苦しみ、動き回る能力が極めて制限されることになった。実際に1958年の西洋への旅の際には、所々で海添えが必要だった。1956年に、 彼が5回目にアメリカ合衆国を訪れた日にババはニューヨークのデルモニコホテルに滞在した後にサウスカロライナ州のマートルビーチのメヘルセンターへ向かった7月にはワシントン DC に旅をしジェームズ・テリデュース夫人の家で友人や弟子たちを迎えたルーチェ夫人はアラビアアメリカ石油会社の副会長の夫人であったその後にババはカリフォルニア州のメヘルさんに向かい さらに、オーストラリアへと旅を続けた。アメリカ合衆国とオーストラリアへの最後の訪問は1958年に行われた。1962年に馬場は、最後の国際貢献の一つとして、東洋、西洋集合と呼ばれる集会を何回か行った。これらの集会では、西洋の信者とインド人の弟子たちが出会うように招かれていたが、 肉体的痛みを押して何千人もの人々にババはダルシャンを与えた。1960年代の半ばに、ババは西洋のますます流行するドラッグ文化に関心を持つようになり、ティモシー・リアリーやリチャード・アルパートラの西洋の学識経験者たちと通信をし始めた。その中で彼は霊的な目的で全ての幻覚剤を使用することに強く反対の意を示した。 1966年にドラッグに関するババへの質問の返事がゴッドインピルというタイトルのパンフレットで公表された。メヘルババはドラッグを用いることは霊的にダメージを与え、もし悟りがドラッグによって可能なら神は神に値しないことになると述べた。メヘルババは西洋人の若い弟子たちに指導してこのメッセージを広めさせた。そのようにすることで この時期に若者たちの間に目を減るババアの教えに対する認識が増大した。フレデリック・チャップマンとの会見の中で、ババアは LSD は肉体的に精神的に霊的に有害である。と述べ、LSD の継続的使用は狂気や死に導く。と警告した。このフレデリック・チャップマンはハーバード大の卒業生でフルブライトプログラムで奨学された学者であり、 インドで一年研究した際にババに出会ったことがある。このような背景で、ハンドラックのキャンペーンは、合衆国、ヨーロッパやオーストラリアのババラバーズによって始められた。このキャンペーンの大部分はうまくいかなかったけれども、それは新しい信者たちの波を生み出し、ババの考え方のいくらかが幻覚剤の利点や危険についての学術的論争に反映される形となった。 1962年の東洋と西洋の集合以降に、ババの健康は着実に悪化した。肉体の衰えにもかかわらず、ババは長い期間にわたって、独居や断食を行い続けた。1968年7月の後半の特に過酷な独居の時期を完遂した後に、この時までに、ババの仕事を100%以上の満足で完成したと述べている。 この時期は、ババは、車椅子を用いていた。2、3ヶ月の間に、彼の症状は悪化し、床に伏すようになった。彼の肉体は、強い筋肉痙攣によって痛み、その原因は、医学的には不明だった。数名の医師たちの手当にもかかわらず、痙攣はますます悪化した。1969年1月31日に、ババは、メイヘラバットの自宅で息を引き取った。 彼は最後のジェスチャーで次のように伝えた。私が神であることを忘れてはならない。と、当時、ババの熱心な信者たちは彼の死の記念日をヒズデス・アマーティシー、死のない日と呼んだ。ババの体はメヘラバットのに異義堂々と安置された。バナで飾られ、氷で冷やされ、最後の埋葬まで一週間にわたって大衆にお別れの機会が与えられた。 ババの死の前にメヘル・ババはプーナで行われる予定であった大衆に向けたダルシャンの企画に向けて熱心に準備していた。マンダリーたちはホストが肉体では存在しないにもかかわらず計画通りに実行する決心をした。数千人の人々がこの最後のダルシャンに訪れ合衆国、ヨーロッパ、オーストラリアからも何百という人々が喧嘩した。 1925年7月10日から1969年の島でメヘルババは沈黙を守った。最初はアルファベット板を用いてコミュニケーションを始めたが後になってユニークな手のジェスチャーで意思を疎通した。その手振りを解釈し言葉にできたのはマンダリの中でもただ一人だけだった。それはババの弟子イラッチ・ジェシワラだった。 メイヘル・ババは自分の沈黙は霊的な鍛錬として理解されるべきではなく唯一ユニバーサルワークに関係して理解されるべきだと述べた。人間は神の言葉に沿って生きることができないのでアバターの教えはあざけりの対象になりつつある。ババが教えた共感を実践する代わりに人は彼の名前で戦争を始める。謙虚や純粋さやババの言葉の真理を生きる代わりに人は 憎しみや、強欲や、暴力に道を譲る。人は、過去に神によって示された原理や教説に耳を貸してこなかったので、この現在の私のアバターとしての姿では、私は沈黙を守るしかない。メヘルババは、その言葉を、すべての人の心に語ることによって、すべての生きとし生けるものを霊的に進歩、向上させるようにババが沈黙を破る瞬間がいつかについて、 シグナルを送ることがよくあった。私が沈黙を破るときに、私の愛の衝撃が普遍的なものであり、非造界のすべての生命がそれを理解し、感じ、受け取ることになる。その言葉は、すべての個人が自分のやり方で、自分自身の束縛から自由になる手助けができるようになるだろう。私は、君が自分を愛しているよりももっと深く、君を愛している最愛のものだ。 私の沈黙破りは、君が自分自身の大河を知ることによって、自分を理解する役に立つであろう。メイヘルババの沈黙破りは、この世の霊的進歩の画期的な出来事になるだろう。私がその言葉を話すときに、次の700年間に起こる、予定の物事の基礎を形成するつもりである。多くの場合、メイヘルババは死ぬ前に耳に聞こえる言葉によって、沈黙を破ると約束した。 そして、沈黙破りが起こるときに、特定の時と場所を告げることがあった。しかし、すべての現代に残された記事によればメヘルババは死ぬまで、沈黙したままであった。彼が沈黙を破らなかったのは、信者のうちのあるものを失望させたし、他の信者は、この約束破りは彼らの信仰のテストとみなしている。信者の中には、 その言葉は未だに話されていないとい,い考える者も,もいるし、メヘル・ババは実際に沈黙を破ったが、物理的にではなく、精神において破ったのだと考える人もいる。何年にもわたって、ババは信者たちに7月10日は沈黙を始めた記念の日であるので、沈黙や断食や祈りを厳格に守るように求めていた。1968年の最後の沈黙の日の 信者たちへの要求は沈黙を守ることだけであった。ババの信者の多くは彼を尊敬して沈黙を守ることによって沈黙を祝福し続けている。メヘルババの教えは大きく二つのカテゴリーに分けることができる。魂の性質や宇宙の性質に関する啓示上学と霊的求道者への実際的アドバイスである。二つは相互に関係し合っている。 ババの刑事上学はゴッドスピークスという主要な本の中にほとんど書いてある。その本は魂の進歩についてと同様にババの宇宙観についての詳しい説明と人生の目的についての説明を含んでいる。一方で実際的な霊的生活の詳しい説明もほとんど講和集には含まれている。講和集にはゴッドスピークスを鏡で映したり、 拡大したような刑事上学的部分がある。ゴッドスピークスにおいてメイヘル・ババは無意識の神の本来の状態から意識のある神への究極的到達への魂の旅を描いている。すべての旅は想像の旅である。その旅では神の本来の分離不可能の状態が数限りない個別化された魂になることを想像する。個別化された魂を ババは無限の太陽の内部の泡に例えている。それぞれの魂が自分が何か意識したいという欲望によって力を得て、意識の最も基本的形態の中でその旅を始める。この制限は、その形態を、ますます意識のある状態へ向かって進歩させるためにより、進化した形態を必要とする。意識は、それぞれの形態が収集できる印象と関係して、成長する。ババによれば、 それぞれの魂は進化することによって意識的な神聖を追求する。すなわち、七つの段階つまり、石、金属、野菜、虫、鳥、動物、そして人間を経過して、想像した形態の連続の中に、魂それ自身を表現するのである。魂はそれ自身を進化の中で連続する形態と、自己同一化している。そのようにして、現影の連続は続くのである。 この形態の進化の中で思考も増大し、ついには人間の形態で思考は無限となる。人間の形態をとっている魂は意識のある神となることができるが、その魂が進化の間に収集した全ての印象は幻影であり、魂が自分自身を理解するのを妨げる障壁を生み出している。この障壁を克服するためには人間の形態で何回も生まれることが必要とされ、 それは輪廻転生と名付けられている。ついには魂があるステージに到達する。そのステージでは以前に収集した印象が薄くなったり、厚くなったりするので魂は退縮と呼ばれる最終段階に入る。このステージに入るためにも何回もの生死が必要となる。その転生の間に魂は心の内側の旅を始める。その旅によって魂は 神としての真の同一性を理解する。ババは、この内面の神実現への旅を彼が諸平面と呼ぶ七つの段階に分けている。この全プロセスは、神実現へ向かう第七段階へと上り詰めていく。この第七段階で個々の魂にとって、人生のゴールが到達される。メヘルババコーア州は、 霊的求道者の進歩に関係するたくさんのトピックスについてメヘルババが与えた説明や解説の集大成である。取り扱われている最も重要なトピックのいくつかは、サ三尺カロス、マヤ、エゴの性質、輪廻転生、カルマ、暴力と非対暴力、瞑想、愛、弟子であること、神実現である。ババの説明は、インドの伝説や、 スーフィー文化の伝説から取られた物語を含んでいることが多い。一つのそのような物語は賢者と幽霊であるように迷信が人に及ぼす影響についてであり、もう一つのものはマジヌントレイラのような物語で人間同士の関係においても無視の愛がどのように指定関係のような純粋な無視の愛へ人を導くかを示している。そのようにメヘル・ババは 人を神実現へ向かい続けさせる多くの示唆を与えてくれる。これらの示唆は、理論を実践へと導くものや、欲望を内面的に放棄するものや、人類やマスターに対して、無視の奉仕を与えることや、自発性を含んでいる。一方で、人を幻影に縛り付ける行動を避けることも含んでいる。しかし、モラルのルールを列挙するよりむしろ、ババは、ある行動は、 その人の解放に導くのになぜある行動はその人を縛ってしまうのかに関して理解する糸口を与えてくれる。多くの生が意識が喜びと痛みや善と悪のような対立する経験の間にとらわれてしまうかについてのメカニズムをよく理解できるように説明し、それらを超越する道を指摘している。常に地球上には56人の神実現した魂が存在し、 これらの魂のうちの5人がこの時代の5人のパーフェクトマスターたちを形成するとババは語っている。5人のパーフェクトマスターの1人が死ぬと56人の中でもう1人の魂がその人の後を継ぐことで取って変わるとババは語っている。ババによればアバターは特別なパーフェクトマスターで神実現を他のどんな魂より先に実現した最初の見霊だ。 この魂は、大元のパーフェクトマスター、あるいは古代からのマスターと呼ばれ、決して地上に化粧するのを止めない。ババは、この特別の見霊が神の状態の化身となる。そのような存在は、ヒンズー教では、ビシュヌーと呼ばれ、スーフィズムでは、パーバーデガー、つまり神の状態の維持者であり、保持者である。メヘル・ババによれば、アバターは700年から1400年ごとに地上に降臨し、 神実現へ向かう決して終わらない旅において、非造会が進歩するプロセスを手助けするために、時代のマスター5人によって人間の形態へと引き下ろされる。ババは他の時代において、この役割はザラスシトラ、ラーマ、クリシュナ、シャカ、キリスト、そしてムハンマドによって成就されたと語っている。ババはアバターは人が自分は何者かを図り、 自分が何者になり得るのか測ることができるもの差しである。と表現した。彼は人間の価値基準を心的な人間の人生の観点で解釈することによって人間の価値の基準を正しいものにするのである。メヘル・ババの信者のほとんどはアバターだとババが述べたことを受け入れ、ババはこの時代のアバターとして神実現した存在として世界中で 何百万もの人々によって尊敬されていると言われる。ババの旅と教えは世界中に弟子や熱心な信者を残した。アバターメヘル・ババジゼントラストは1959年にメヘル・ババによって設立された。無料の学校や薬局、白内障クリニック、獣医学病院と同様にババの性病や巡礼者の施設も維持している。トラストは ババが存命中に残した規約に従って運営されている。だが、グループ全体の霊的な権威としては機能していない。同様にトラストは宣伝に従事したり、競技やドグマを守ったり、練習を進めたりしない。ババは不況を行うには消極的で、自分は宣伝や有名になることには全く興味がない。むしろ彼は信者たちに自分の人生それ自身が、 ババの愛と真理を伝える他人へのメッセージとなるような生き方をしなさいと励ましている。そして、できるだけ遠くに、できるだけ広く私のメッセージが広がるようにせよと言っているのだ。メヘルババの信者たちは全く確立された儀式を持たない。多くの人々が、しかし、プージャやアーティス、祈り、音楽、演劇、ババの映画を見ること等、自由に選んで実践している。 信者たちの大切にしていることは、メヘル・ババが承認するであろう、人生を生きることにあり、例えば、幻覚剤の使用や、マリファナの使用を差し控え、愛を持って神を思う努力をすることだ。ババの信者が集会を行うことは、一般には、非公式である。アマーティシー、ババの死の記念日、ババの誕生日に集合することも、大いに努力を必要とする。 多くのババの信者は7月10日は沈黙を守る。存命中にババが信者に命じたことを遵守する。インドのババの霊病では朝と夕方にアーティが行われている。またメヘラバットでは毎月の12日にはデュニーの日を灯す実践を彼の信者は維持している。ババは早くも1932年に時の著名人たちとの接触の結果、はじめから 大衆の注目を受けていた。さらに、ポール・ブラントンのかなり厳滅した記事などから、ババは西洋のポップカルチャーにおける様々な言及によって、死後も注目されている。ザ・フーというグループのピート・タウンゼンドは、ババの信者となり、1969年のロック、マイナス・オペラ・トミーをメヘル・ババに捧げ、レコードの関東を飾った。ザ・フーの1971年の歌、 ババ・オーライリーは、部分的に、メヘル・ババにちなんで名付けられている。さらに、タウン・ゼンドは、メヘル・ババに捧げた、いくつかのアルバムを録音していて、その中には、ハッピー・バースデー、アイ・アーム、フー・ケーム・ファースト、よび、ウィズ・ラブが含まれている。1970年に、メラニー・サッファカは、彼女の歌、レイ・ダウンの中で、メイ・ハー・ババ・ライブズ・アンゲインという女子詞を書いた。 1988年のグラミー賞受賞曲、Don't Worry, Be Happy は、たくさんのババのポスターやインスピレーションに影響する、カードに見られた人気のあるフレーズに影響されている。ババをモチーフにした名前を付けられていない、人物像も、メイハーババの哲学の概念同様に、漫画家のジェーム・デ・マティスの作品に頻繁に登場した。その中には、ドクトル・フェイトや、 Seekers into the mystery も含んでいる。2012年にフィーチャーされたフィルムネマー・ビオナ・ザ・ザグレブでは、1967年に映像化されたメヘル・ババとの独占的インタビューが入っていて、オランダで初公演された。そのインタビューの中で、ババは神から実現と薬物によるハルーシネーションの間にある相違点を説明し、ドキュメンタリー番組の中で、 そのシーンは、中心的役割を演じている。ありがとうございます。